こんにちは、体の使い方で剣道を上達させる剣道クリエイターの堀江です。今日はですね、よくね、構えが小さいって言われる人いると思うんですね。構えを大きく、まあどしっと構えるっていうのもやったんですけれども、それのどうやったら大きく見せられるか、その構えですね、この体幹の部分、ここですね、ここでちょっと解説していきたいと思います。でよくね、構えがもう全てだとかって、僕構えのことをね、よくね、動画で書いたりして言ってたりするんですけれども、それは本当で、実際には例えば攻めてくるだとか、僕もですね、まだ始めて1年経って、ね、1年満たないぐらいですけども、いろいろ試行して実際にやってみて、実際の稽古で、先生、八段の先生とかかかったり七段の先生かかってくると、やっぱ弱さとか出てくるわけですよ。構えて、ね、前に入りましたって時に、やっぱりちょっと思考が入るわけですね。あ、何打ってくるのかなとか、どういう風にされるのかな。で、そこで高校までの剣道しか知らない僕は、結局逃げるというよりもこう避けようとするわけですね。こう打ってこられないようにしようとするわけです。でもそれはダメですよっていう風に言われるわけです。だから常にそこの構え、ね、威圧をかけ続けるってそうなんですけども、そういったこともこれでできますので、ぜひね、ご覧ください。で、もう構えた瞬間に実は分かるんですけども、もうこうやってる人、もう今のもう構えた瞬間に、これは構えが小さく見えます。どうしてもじゃあ何が違うのかなっていうふうに、簡単に言うと面積ですね。相手が見た時の面積です。ここで言うと、この僕のボディのここがいいですか、正面見てるのか斜め見てるのかで、相手から見るのは違いますよね。細いか、ね、大きいかみたいな、この動いた瞬間に、例えばクッなったりとか、いろいろと動いたりするってことは、相手からしたらもう常に動いてるわけです。面積が変わっちゃ、変化したわけですね。で、常に変化しずに、常にこの面積を保ったまままっすぐ来るっていう、こと、これが大きく見せるってことなんです。実は小さく見えるっていう人は、常にこう思考がもう常に行こう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 ってしていって、動きが小っちゃくなるんですよ、常に。絶対に簡単に言うと、ここの肩の部分、ここの肩の部分ですね、が常にこうインに入ってる人、こう入ろうとする人、こう入ろうとする人っていうのは、基本的には何が得意かって言ったら、近間の、技が得意なはずです。なんでかって言ったら、常にこの状態ってことは、もう常にスイッチ入れすぎちゃってて、手前しか打てないわけです。大きく打とうとした時にはなかなか大きく打ちづらいです。だから近間になる確率の方が高くなるっていう剣道をするんです。実はだからこういうのを、見て、あ、この人こういう構えしてるから、どういうのを打ってるのかなって見たら、だいたい見えてきます。で、例えばそれのポイントが、例えば体幹に力がどういうふうに入ってるかによって、あ、この人は近間じゃないと打てないなとか、遠間が得意だなとかっていうことが見えてきます。で、僕なんかはどっちかって言ったら近間が得意だったわけですね。なんでかって言ったら、全然こう足ばっか鍛えちゃって、もうこの辺の使い方なんて全くその当時考えてなかったですから、今になってこそ初めてね、どうした、例えばその正確に、例えば踏み込みができるかとか、力が返ってくるかっていう、その体の仕組みから考えてますけれども、その当時なんてとにかく練習したら上手くなるなんて思ってるわけですね。まあ、確かにある程度はもちろん先生ね、教えてくださった先生とか仲間に恵まれて、ものすごくね、いい稽古ができたりだとか、ある程度のところまで行けたりはしたんですけれども、じゃあそこから自分で考えて剣道するまでには至らなかったわけです。でそこまで16年ぐらいかかって今になるわけですね。で、実際に稽古してやってみたら、やっぱり小さくなるっていうのは、どうしてもこう、例えば前頭がね、下がるとか、よく言うじゃないですか、こうやって頭下げるなみたいなね、とかね、小さく、本当小さく、絶対にこう何か動いてるわけですよ。絶対に常に相手が怖く感じるとか、すごいなって感じるのは、形が変わらずそのままじーっと来られるのが、何されるか分かんなくないですか。動いてるものっていうのは、別に特に、あ、動いてる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 、常にいつ来るかいつ来るかって考えやすいんですよ。だけど常にじーっと固定されたのがずーっと来られると、こうやって来られると、なんか分かんないじゃないですか。何するんだって。
こっちが不安になってくるわけですね。そういう心理的なものもあるわけです。だから大きく見せて、ね、小さく構えろって言われてる人、大きく構えたい人はとにかくここ固定したら常にそこですり足をしていくわけですね。常にすり足で面積を大きく見せとくってことなんです。でそこからまた何か例えばこういう打てないとかこういうことが不得意になったとかってまたそれは考えればいいだけの話なんです。だからなるべく面積ですね、ここのここですねを大きくしてそのまま相手に向かっていく。これなかなか難しいんです実は。あの相手とこう構えた時にやっぱこうなってくるとちょっとビクッとなってこういろいろとこう動いちゃうわけですね。でもなるべくそこのところでずっと行くと構えは小さくは絶対になりませんので、ぜひね言われている人、ね、頭下げろと言われている人ともそうです。構えが本当に大事になってきますので、ぜひねそこをちょっと試してみてやってみてください。